四代目古今亭、今け5月21日昭和10年7月23日は、落語家。本名、中島一太郎。妻はな大阪府大阪市、北浜の株屋の出身で、天狗連で腕を磨き三代目、桂文造の門で小文となり、セミプロとなった。一角千金を狙って、東京に出向き、株都庁で株式仲買の店に、 住み込みで働いたが株の暴落で倒産、同級屋のボーイやプロの連樹師となるも、商売としてうまくいかず、話し家に戻った。同じ情報出身でもあった初代桂小南の口利きで1909年、10年に初代三遊亭窓上にの内輪になって、初代三遊亭梅助となった。1913年3月に人形町末広亭で、新内昇進。 以降所属は、会社派、牧会、などを転々とする。初代を持った頃、両国の米沢町に、虎屋用小町というところがあって、そこの2階に京構え弟子たちを居候をさせていた。その方上の黒門町に京移し、1923年の関東大震災の時には、妻花をはじめ体制の弟子たちを連れて、関西へ巡業に行っていた。 東京が大地震に見舞われたと聞いて急いで戻って、見ると、当事る守番を任せていた、ジーヤと呼ばれていた人物が、第8社に、家財道具一式を積み込んで、上野のお山に避難していた。この、ジーヤというのは、妻花の系類のもので、年相応に正体も持たず、いわば一族の、厄介者だった。今助はそれを引き取って、下男として使っていたのであったが、 この大震災の時の功労でその後、ジーヤには大祖を手厚くしてやったという。やがて徐々に人気も出て1926年10月に五代目、竜亭左楽の圧戦で四代目イマスケを襲名。一方、イマスケ夫婦には実施がなく、花のおいにあたる肘方イサムを祖を可愛がっていた。幼い優をよく講座へ連れて行ったり、イサムの方も言われるままに、 落語の真似事をしては今助に気に入られていた。しかし今助は1934年に陰頭んを患って生体を手術したために声が聞こえなくなる。肘方勇の話では、この時病院のベッドの上に正座している今助の姿が写真入りで新聞に載り、あの今助が話しかとしての命である声を失ったと報じられたという。 同年6月29日日本橋クラブで引退披露工業を行った。翌1935年7月23日死去。49歳没。墓所は台東区忠寺。戒名は釈新城。その後、今助の名跡は弟子であった。桃助が五代目として襲名した。全名である梅助は恩人、初代小南の孫弟子であった。 カツラブンナナが二代目を、四代目イマスケ自身の孫、弟子である古今亭今のタスクが三代目が襲名し、現在は二代目、梅助スケの孫弟子が四代目を名乗っている東京で、情報落語を演じる数少ない人物で地味な口調の人物でもあった。SP レコードも数枚吹き込んでいる。弟子には恵まれなかったが、後年妻花の元へ、イマスケの前の名前である。 梅助を襲名することになったと言って、若い孫弟子が、はるばる挨拶に来てくれたことがあったという、ありがとうございます。